こんにちは。先日日本一周47軒目の沖縄県から帰宅し、これから移住地に向かいます。はい、その私たちの移住地はというと、せーの、北海道です。ではなぜ北海道に決まったかっていう経緯についてお話ししたいと思います。はい、で私たちは移住の条件というのを旅をしている間に設けていて、大きく分けて5つありました。うん、1つ目がお水が美味しい地域。うん、結構私たちを見てくださってる方は、あ、そうだろうなって。そうだね、思うと思う。うん、いろんな各地の湧き水とかをね、飲ませていただいて、うん、まあ、その中でやっぱりお水が美味しいっていうのはすごく大事な要素だなと思って、うんうんうん、なのでそこを条件に決めました。うん、で2つ目が山が見えるところに住んでみたい。うん、雄大な景色がね、広がってて、そうそうそう、山からパワーがもらってる感じするからね。そう、朝起きた時に、うん、カーテン開けて山が見えたらいいなって、うん、そう。で3つ目は図書館が綺麗。うん、私たち各地のね、うん、図書館に行って、図書館が綺麗だと街も明るい気が、そうだね、うん、確かにで、ね、図書館に行ってそういう落ち着く場所があるといいなと。そうだね、うん、でそれも条件になりました。で4つ目は子供の活気がある、うん、子供たちの活気がある場所で、うん、やっぱり子育てとかもしたいなって考えていたので、うん、条件に加えました。そして5つ目が何でも揃っているスーパーが近くにある。はい、便利さは必要だなと思って。そうだね、うん、なんか地域によっては車を走らせてもなかなかスーパーがなかったり、ね、する地域もあったので、まあ、そこもね一応条件に加えました。はい、ね、そういった条件があった中でもう結構ね選択肢いっぱいありました。うん、そうだね、うん、迷いに迷って北海道しました。はい、ね、予想できた方はいらっしゃいますかね。で北海道にした理由、というのも伝えできればと思います。はい、私たちは去年の7月から9月までの3ヶ月間を北海道にいて、北海道に降り立った時にも直感的に、あ、北海道に住みたいっていう実は思ったんだよね。そうだね、その時にも第一候補で、うん、そっからまあ残りの県を回っていくうちに本当に候補が増えて、他のところもいいなと実は思っていたんですけど。そうだね、うん、まあ、その時の気持ちも忘れずにいて、あとは北海道に住むってなった時に雪とかも心配があって、うん、寒いところはそんなに強くはないもんね。うん、確かに。で移住体験も実は考えていて、でもね日本一周が1年で終わらせるっていうのもあったので、うん、ね、結局その期間中にできなくて、うん、でも住んでから体験してもいいかなっていう。そうだね、そうポジティブに話していました。で2人で新婚旅行に来たのが北海道だったんですけど、うんうん、でその時もね、うん、もうとにかく気に入ってね、そう、その時は5日間ぐらい新婚旅行して、うん、もうそれでも全然足りなかったので、うん、次去年3ヶ月間いて、うん、もうそれでも足りなかったくらい、そうだね、うん、充実した日々というか、うん、で住んでみて楽しみがまだまだありそうだなって。そうだね、うん、で実は僕が北海道で生まれて、うん、育ちは関東なんですけど、うん、まあ、親戚が北海道にたくさんいるので、うん、それも安心だね。そうだね、うん、そこもね一つ、うん、ハードルがね下がって、うん、確かに移住っていうね、そうそうそう、移住するってやっぱり縁とかがないとなかなか決めるの難しいなっていうのも思って、そう、それはすごく思いました。確かに決める時に、うん、私にとってはそう小さい頃から馴染みがある場所、うんうんうん、そうだね、になんかこうやって移住できるっていうのはすごく何かのまた縁かなって思いました。うんうんうん、で私たちは今まで関東に住んでいた時に家賃が結構かかっていて、そうだね、うん、賃貸で、でそれのその金額の半分ぐらいのところに住みたいねっていう条件もあったので、 そうだね、それでいろいろ調べていると北海道がね条件に当てはまって、そう、ね、うん、そう家賃を抑えてその貯金に回せるし、うん、そういう風に生活できたらいいなと思っていたので、うん、そこも当てはまったっていうのが結構大きいなと。確かに、うん、と思います。うん、最初にその北海道に夏に行った時にもう北海道しかないって思ってたんですけど、うん、このとこも巡ってたらすごい迷ったよね。迷いました。うん、最初でも九州がいいなって、うん、いいなと思って、うんうん、で結構移住先候補もいっぱいあったので、うん、せっかくなので他の候補先発表しますか。そうだね、うん、発表します。じゃあランダムにじゃあ、うん、秋田県秋田県はもう雰囲気がね良くて気に入りました。うん、温泉もいいし食べ物もなんか独自の
ね、いろいろあって。あ、バター餅とかね。うんうん。あと、いぶりがっこ。おー。きりたんぽ鍋。確かに。ね、どれも、なんか唯一無二というか、うん、日本中どこ行ってもやっぱり、その秋田県の。うんうんうん。食べ物っていうのはすごく独特で、うん、うん、なんか独自の良さがいっぱいあって、うん、そうだね、魅力に感じてました。うん、続いて長野県。うん、長野はね、よかった。うん、長野はね、冬で滞在期間が少し短くなっちゃったんですけど、うん、自分たちと理想としてる山が見えるっていうのと、水が美味しい、うん、そこがすごく、うん、よかった、よかったです。で、山梨県。そう、山梨、うん、はもう富士山が見えて、もうそうだね、うん、もう自然豊かで、うん、だから水がね、うん、もう何より美味しかった、美味しかったです、うん、本州の一番最後に訪れたんですけど、そうだ ね、 ね、また飲みたいね、うん、山梨の水。あと静岡県。うん、この辺はもう、そう、人気移住先としてはね。そうだね。静岡も富士山が見えて。うん。うん、広くて、どこに行っても、なんか楽しかったね。そう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 。で、結構あったかいのかな。うん、その水の、そう、水の方とかになると。うん、そうだね。で、それもね、いいなって、思いました。うん。あとは、岐阜県。あー、うん、岐阜県。岐阜も良かった。そう、な、岐阜は本当に何も知識がない状態で、二人とも。そうだね。で、結構便利で都会なとこもあるし、そう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 、ちょっと離れたら水も美味しくて、ね、うん、あの岐阜はあれだね、観光名所がいっぱいあって、白川郷とか、確かに平高山、うん、その辺が楽しかったですね、うん、岐阜市ら辺がやっぱり住むイメージが湧きやすかったというか、うん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 、便利でね、うん、よかったです、うん、あとは岡山県、うん、岡山、うん、と香川の瀬戸内が、気候がすごく、うん、そうだね、好きで、晴れの国っていうだけあって、うん、お風呂屋さんに行った時に、うん、あのじいちゃんが、岡山はいいね、あー、その一言、そう、災害もないし、気候もいいしって、うん、で、それもその通り、そう、うん、いいなって思いました、うん、というように香川もうどんが毎日ね、うどん食べれるのは、うどんが食べれるのは最高、うん、確かに、うん、気候も良くてね、うん、続いて島根県。あー、島根、うん、島根は、なんだろう、癒される。そうだね、いるだけで、うん、まあ、特に出雲ら辺、うん、っていうのは本当になんか神聖な感じというか、うん、なんか守られてる感じがして、うん、自然が豊かだからすごく落ち着く。よかったね、うん、それはすごく良かったです、うん、あと大分県。大分、また行きたいな、うん、私はご縁があるので。そうだね、すごいなんか好きって思う、うん、うん、大分県のやっぱり食べ物もね、うん、すごく美味しくて。そうだね、うん、水も温泉もすべて、そうそうそう温泉にね毎日入れるっていうのはすごく、そうだね、いいなって思いました、うん、あとは福岡県。うん、そう、九州に住むってなったら福岡、うん、そうだ ね、 ね、になるのかなって、うん、うんうんうん、そうだね、そう、もうアクセスが、ね、そこまでイメージしてたよね。そうそうそう、福岡も、まあ、実際に物件とか探したりして、うん、うんうんうん、そうそう、家賃も安いのに、うん、都会に、そうそうそう、ね、都会もあるし、ちょっと走れば田舎に行けるから、うん、そこは魅力的だよね。そうだね、でアクセスもやっぱり良くて、うん、まあ、実家の関東だったりとか、うんうん、あと北海道とかにももう一本で行けるから、うんうんうん、まあ、そういう行きやすさとかあったりして、うん、福岡いいなって思ってました、うん、なのでもいろんな魅力、ね、そう比較検討というかね、そうそうそう、もう最後はほぼ直感になっちゃったんだけど、うん、なんかどこもいつか住みたいっていう場所ばかりで。そうだね、まあ、今住むなら北海道っていう最後。そうだね、うん、うん、なって北海道に決まりました。そうだね、うん、でこれからね北海道に移住して、うん、いろいろね、せっかくだからチャレンジしたいこともいっぱいあるのでまあそれはまた別の動画で紹介したいと思います。よし、もう荷物もね、そうなんです、そう、積んだのでこれから北海道に行きたいと思います。シマエナガちゃん、うん、今年こそ会いたいな。そうだね、今年こそ会いたいね、本物に、うん、Sunset burning on the golden shore. Never seen a view like this before. The stars they shine like diamonds in your eyes. Black dress on you got me hypnotized.